はいどうも、白熊先生です。今日話したいのはですね、格闘家兼 YouTuber の朝倉未来さんがですね、アベマ TV というネットテレビ局の中でですね、朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円という企画をやりました。でそこにですね、いわゆるその喧嘩自慢のですね、3人がですね、名乗りを上げたんですけども、なんとですね、朝倉さんですね、3人まとめてですね、96秒で KO をしちゃうというですね、まあ、とんでもないですね、超絶圧勝をですね、見せつけたんですね。でその結果ですね、このですね、配信チケットがですね、まあ、GoTo とかも適用されて約3500円だったわけなんですけども、いや正直言って3500円高いなとかね、いやもうちょっと盛り上がってほしかったなとかですね、朝倉さんが強すぎて逆につまんなかったよみたいな意見がですね、結構出てきちゃってるんですね。今回の動画はですね、一体どんな風にして朝倉さんがですね、倒したのか、その相手の詳細とかとですね、そしてなぜですね、この番組がここまで盛り上がらなかったのかっていう根本的な理由についてですね、僕なりにいろいろと話の方をしていきたいと思います。まずなんですけどもね、まあ朝倉さんといえばですね、登録者数100万人を超えるね、まあ本当にとんでもない YouTuber なんですけども、その中で始まったのがですね、朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円っていうですね、まあ番組なんですね。でですね、これちなみにもともとはね、4人参加するはずだったんですね。まあただなんですけども、そのうちの1人、これね、元カトゥーンの田中さんね、ジャニーズのですね、元カトゥーンの田中さんなんですけども、この方がですね、なんか体調不良だったかなんかでですね、なんとね、当日キャンセルっていう形になっちゃったんですね。まあなのでこの3人がチャレンジするっていうことになりました。で結構ですね、アベマさんの方ではこれ力入れてたみたいで、今回の放送の以前からですね、こう事前番組みたいなのをいっぱい作ってたんですね。まあだから言ってみたら、相手の人のですね、こう密着的な VTR、対戦相手の密着 VTR みたいなの作ったりとか、その人がですね、朝倉そんなもん大したことねえよみたいな感じでこう挑発するような、こう挑発し合うようなシーンだったりとか、まあとにかくですね、すごいね、結構このアベマさんって今回の番組にかけてるんだなみたいな感じをね、僕はすごい伝わってきてたんですよね。でですね、そんだけですね、前振りがあってついに始まったこの当日ね、戦いね、配信なわけなんですけども、これがですね、あっさりと朝倉さんが勝っちゃったんですね。で、ちなみに、どんな感じで勝ったかっていうと、まず一人目の挑戦者はですね、逮捕歴10回の合図の喧嘩やってる人なんですね。久保田さんって方なんですけども、まあ言ってみたら合図の喧嘩や逮捕歴10回っていうぐらいですから、この合図地方の方ではおそらくですけども、めちゃくちゃ有名な人なんでしょうね。あいつと喧嘩したらやばいってみたいなね、地元で一番の悪みたいな、多分そんな感じだったんじゃないかなと思うんですけども、そんなですね、合図の喧嘩をですね、なんとね、朝倉さんがですね、わずか14秒で倒しちゃうっていうね、はい。いや強すぎでしょっていう。はい。で、続いてですね、元アイドルの後藤祐樹さんですね。この方はですね、元モームスのですね、後藤真希さんの弟さんですね。この方ですね、いわゆるアウトローと言いますか、反射的なところにですね、所属していて、過去にですね、その鉄パイプがなんか鉄くずが忘れましたけど、なんか盗んじゃって逮捕されちゃったんですよね。でですね、5年くらいかな、忘れましたけど、何年かですね、懲役行ってたんですよ。で、帰ってきて最近は YouTube とかやってるっていう風に聞きましたけども、やっぱね、すごいんですよ、このね、タトゥーっていうか、もう体中、すごいタトゥー入ってるんですよ。で、そんなですね、後藤さんが、まあ、二人目の挑戦者だったんですけども、あっさり45秒で乗されちゃったんですね。はい。ただ僕的にはですね、その後藤さんは確かにそのアウトロー的なね、まあ、いわゆるその盗みとかグループとかに入ってた感じはしますけど、どっちかっていうとその犯罪を犯していただけで、別にその格闘技とかこの喧嘩的な意味合いのね、ヤバさの人じゃない感じがしたんで、まあ、だからちょっとまあ、しゃあないかなっていう気がしますね。で、三人目はですね、なんとこれプロ格闘家の方ですね。はい。ビッグバンウェルター級の現役王のモハンドラゴンさんって方ですね。はい。だから3人目にしてですね、現役の格闘家、しかもチャンピオンがね、やってきたわけなんですね。はい。でですね、にもかかわらず、この現役格闘家がですね、なんとパンチを叩き込まれまくってですね、37秒で負けちゃったんですね。はい。いや、だから言ってみたら、この3人目のこの方はプロの格闘家なわけじゃないですか。ね。まあ、だからここで結構ね、朝倉さんを追い詰めようと思ったのかもしれないですけど、あっさりやられてしまったと。はい。というわけでですね、合計でですね、3人まとめてたったの96秒でですね、まあ、終わってしまったというわけなんですね。はい。でですね、あまりにもですね、朝倉さんがあっさり勝ちすぎてしまったがゆえにですね、なんか逆につまんねえなっていう声が結構出てるみたいなんですね。おいおい、3500円もチケットね、チケット代払ったにもかかわらず、これかよ、みたいな声が、まあ、かなり上がっているということなんですね。はい。じゃあ、こっからですね、何が言えるのかって話なんですけど、いや、僕思ったんですけど、これ根本的なですよ。根本的な、その今回の番組でこういう批判が飛んできた原因って何かっていうと、そのストリートファイトにしたのがまずかったのかなっていうふうに思いました。はい。というのは何かっていうと、まず第一に朝倉さんっていうのは、その格闘家としては圧倒的に、
倒的強いわけじゃないですか。圧倒的に。もうとんでもない結果を出している人なわけですよ。ね。はい。だから、いわゆるその格闘技で戦ったとしてもね、まあ勝てるかどうかわからない相手なわけですよ。ね。まあ多分、だからこそ、じゃあストリートファイトということにしようと思ったと思うんですよね。うん。つまり、その何でもありと言いますか、格闘技のルールを取っ払ったストリートファイトという土壌であれば、ね。いわゆるそのさっき言った合図の喧嘩やとかですね。なんか、そういう喧嘩ばっかやってきましたみたいな人でも、ワンチャン可能性あるのではないかっていうですね、話なわけですよ。多分そうしたかったのかもしれませんけど、ただやっぱ忘れちゃいけないのが、その朝倉さん自体が昔死ぬほど喧嘩してたんですよね、なんか。うん。この方って、その格闘家になる前はいわゆるめちゃくちゃ悪で、もう喧嘩とかやりまくってる、ほんとね、まあ、ある種こう、とんでもない喧嘩屋だったわけですよ。ね、いわゆる。うん。ね。ってなった時に、そのストリートファイトにすることによって、それって朝倉さんにとっても有利なんじゃないのって話なんですね。はい。だから、例えばですよ。例えばこれが別に、その街中で喧嘩とかでもしたことない小さい頃から、あくまでスポーツとして格闘技をずっとやってきて結果を出したプロスポーツ格闘家っていうんですか？そういう人たち相手に、そのね、ストリートファイトというね、そのね、ジャンルで戦うことによって、もしかしたらワンチャン勝てるかもしれないみたいな、そういうんだったらわかりますけども、そもそも朝倉さんはストリートファイト死ぬほどしてきてる人だから、ね。その辺の戦いめちゃくちゃ強いわけですよ。うん。ってなったらですね、それは勝てるわけないでしょって話なんですよね。うん。で、さらに言うとですよ。さらに、うん。その対戦相手がね、過去にこんな悪いことをしてきた、こんな修羅場をくくってきた、こんな喧嘩をしてきたみたいな感じで特集してるかもしれませんけども、朝倉さんの場合は、そういう過去の経験プラス、血の滲むような努力をしてるんですよね。うん。皆さん考えてみてほしいんですけど、例えばですよ、皆さんの地元にも、あいつ喧嘩強えなとか、あいつやべえなってやつって、やっぱ一人や二人いたと思うんですよ。ね。でも、そういう人たちって努力してないじゃないですか。ね。そういう人たちでたまたま生まれつき、まあ、ガタイが良かったりだったりとか、筋肉とかがすごくあったりとかして、まあ、言ってみたらその喧嘩が強いだけですよ。ね。あの人たちって別に、俺は喧嘩強くなりたいと思って一生懸命努力、腕立てとか腹筋とか背筋とかやったりとか、走り込みやったりとか、ね。なんかスパーリングやったりとか、ね。そういうのしてるわけじゃないじゃないですか。ね。そもそも論として、喧嘩自慢とか喧嘩が強いって言ってる人たちなんて、別にその肉体を鍛えたりとか、努力を別してきてない人なんですよね。で、対して朝倉さんっていうのは、もともといわゆるその喧嘩として、まあ、いわゆる不良として死ぬほど喧嘩が強かったにもかかわらず、それプラスアルファとして格闘家としてね、まあ、いわゆるその売れるというか結果を出すためにめちゃくちゃ努力、血の滲むような努力を重ねている方なんですよ。ね、そんなやつにね、努力も全然したことないね、ただの喧嘩自慢が勝てるわけないじゃないですかっていう話なんですね。うん。だから僕としてはですね、多分、その、視聴、このね、チケットを買った人からすると、朝倉さんが、まあ、勝つか負けるかわかりませんよ。勝つか負けるかわかりませんけども、少なくとも、一瞬ピンチになるとか見たかったと思うんですよね、きっと。うん。あ、やばい、朝倉これどうなるんだっていうところで、逆転勝ちか、それとも負けるかわかりませんけども、何にせよ、このピンチになるっていうか、あれこれ朝倉大丈夫かみたいな、っていう瞬間が、多分一番盛り上がるポイントだと思うんですけど、あんまりにもあっさり倒しすぎちゃうんで、全然盛り上がらないんですよね。うん。まあ、でも、そりゃそうですよね。例えばこう漫画とか映画とかアニメとかでもそうだと思うんですけど、主人公が最初から最後まで一切ピンチにならずにね、雑魚キャラもボスキャラもバーって倒して最後の魔王をバーンって倒してゴールだったら、多分そんな作品って売れないじゃないですか。ですよね。うん。どんなそのね、小説、漫画、アニメ、映画、何でもそうなんですけど、いろんな危機に立ち向かいながらもその危機を乗り越えていって最後目的を達成するからこそ、その作品ってのは盛り上がるんですよね。だからあまりにも圧倒しすぎちゃうと、まあそれはつまらないよねって話なわけで、うん。だから僕としてはですね、ちょっとこれ、アベマ TV も朝倉さんのこと舐めすぎたんじゃないかなと思います。はい。朝倉さんの、は、強すぎますから、本当に。とんでも、本当にとんでもない人ですから、朝倉さんは。うん。それ相手にこんなことしたら、それは盛り上がらんよっていうふうに僕は思いましたね。はい。というわけでですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。コメントの人はぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。